はいどうも、お茶です。今日も回を使ってランクマやっていこうと思います。はい、ということで対戦相手の方見つかりました。ポチョムキンの方ですね。話変わるんですけど、この前、スチーム版の大会があって、そこで、32人の大会だったんですけど、3回戦ぐらいまで行けて、3回戦でめちゃくちゃ強いジョーの方にボコボコにされたんですけど、一応ベスト8入ることができました。そのね、ボコボコにされた時ほんと何もできんくて、もっと頑張ろうっていう気になりましたね。いや、大会はそういうモチベが上がるからいいですね。はい、ということで、頑張っていきます。相手ポチョの方ですね。ポチョはね、結構得意なんで、結構やってるんで、あんま負けたくないですね。ああ、そこでポチョバスか。これは飛びましょう。ポチョバスあるんで。で、これ、いいです。これバック捨て。これね、持続ガルドはバック捨てで。ふなぎ後の。属ガルダとかはバックステで抜けれます。さあ、ここはライドに繋いで、相手ゲージないんでね、ここで攻め切りたいですね。まあ持続から入りましょうか。持続から入ってちゃんとガードしている。これもこれが見えないので、よし、危ない危ない。これ立たれてたら負けてたんですけどね。まあガードされないと信じてました。見えないんでね。ああー、ちょっと確認遅かったな。あ、うまい、うまい。なんか、あんまりしないコンボ。初めてしたかも、このコンボ。よかった、よかった。結果拾えたんで。あ、これ確定です。あー、ミスってる。これ投げれます。これは、ちゃんと投げます。いやー、これゲージ使う意味なかったですね。でもどうなんだろう。ゲージ100あったから、使ってもよかったかもしれないですね。あ、どうしようかな、これ。コパンかな?コパン。あー、ダメだった。これは、飛びましょう。パナして、あ、オッケー、読んでた。はい、ということで、ちょっとね、危なかったんですけど、なんとか、1試合目は、勝つことができました。あのね、なんだっけ、ハンマーフォールね、手前、知ってる人だと、ハンマーフォール出し切らないで、手前で紫キャンセルして、ポチョバスとか、そういうのもしてくるんで、まあ、投げるのだけが最適解なわけじゃないですけど、まあ、最初は、うお、めっちゃすごいとこで、いいポチョバス。なんで、これ投げれないな。これ投げれない。ちょっとね、いろいろ、ちょっと話したいことがありすぎてごちゃごちゃなるけど、手前で紫キャンセルとかしてきた場合は、こっちの投げ負けますね。で、さっきの、なんだっけ、さっき何されたっけ?あ、そうそうそう。メガフィスト、出し切り、ガルダとかは、密着してたら実は投げること、これバックステですね。できなかった。投げることができますけど、ポチョ側もちょっと、遅らせて紫キャンセルとかするのかな?あ、これ、今のこれ。ガーキャン使っちゃったんですけど、今のは、投げで割り込める場所でしたね。まぁ、ちょっと距離のあれがむずいんですけど、いけると思ったときは、投げで割り込むっていうのもやってみるといいかもしんないですね。もう一回。OK。これは読んでました。結構ね、いるんですよ。結構、あれっす。フードルフードルが、メガフィスト、後ろ目が潰せて、ポチョバス潰せるんで、結構ポチョ戦はね、おすすめ、かな。っていうのがあります。こういうとき。あー今できなかったけど、この投げ潰せるタクなんで、すごい、フードルフードルはおすすめですね。マイピー間に合っている。投げ、あ、そうそう、これこれこれ、今のポチボスされてたら負けてましたね。相手動き変えてきたんで、おそらく知ってる方ではあると思います。ちょっと怖いな。あんま負けたくないから、ポチョ戦は。飛びます。オッケー、読んでた。飛びます。投げよう。おとなしいので投げちゃいます。これゲージ溜まるんで。あ、これかけてますね。あれー、あー飛んでたんだけどな。そもそもマイピーが出てなかったのが良くなかったですね。いやー負けちゃったな。もったいないな。さっきね、メガフィストガードした時点で 2K かぐってましたね。もったいなかった。開幕 2P、 開幕 2P は相手の 2P じゃない、開幕 2K は相手の、いや 2K が出ない。開幕 2K は相手のポチョの 2P の
開幕2ピンに勝つことができますね。あ、これ危ね、今後ろ目が食らった時、後ろ目が有利フレームなんで暴れちゃダメですね。暴れちゃった今。あー、ちょっと後ろ目が多いですね。あ、やべ、ラッキー、早めすぎましたね。今俺が反応する前に相手がロマキャンしてたんで大丈夫でした。ちょっと後ろ目が多いんで、フードルやりまくって良さそうですね、これは。あー、芸術家になると死なないか。こういう時とかももうフードル打っちゃって、あ、ポチョバスしてましたね。まあポチョバスとメガフィストが多いんで、まあフードルやってればいいかなって感じですね。相手が変えてくるまではこんな感じでおすすめです、これ。フードル、フードルとかもね、他キャラにはやんないんですけど、ポチョにはやっていいかなと。あ、これはあれですかね、フードル読みで大きい、大きい、なんだっけこれ、ハンマー、ハンマーじゃ、なんだっけこれ、名前忘れてたけど、起きで、あれでしたね。飛びましょうか。あー、飛んだのに。これ、バックステ。くらい逃げていい。これ、バックステ。ダメだ。もう、勝利打ちます。あー。あ、なんか、あそこひどかったですね。持続になってるかなと思ったけど、なってなかったな。ずっと持続になってなくて、食らってましたね。いや、ちょっとなんか、遅らせて、なんかフレームいじって、ガールでやってきたから持続なってるかなとか思ったけど、何も食らってよくなかったですね。ちょっと恥ずかしいな。はい。ということで、まあ、一応勝ち越すことはできました。ご視聴ありがとうございました。